はい、久保です。今日はこのアンプル CE についてちょっと、紹介していこうと思うんですけど、これ何かっていうと、アンプルっていう数理、最適化のモデリング言語が、無料になりました。コミュニティエディションの略で CE なんですけど、ここに行くと無料で使えて、ライセンスはずっと使えるっていうふうになりました。非常に、いいことかなと思って、まあ、紹介している次第なんですけど、アンプルって何かっていうと、まあ、これ、ウィキから持ってきたんですけど、いわゆる、代数的なモデリング言語。だから、数理最適化のソルバーの前に、これでモデルを組んでおくと、ソルバーに渡して、いろんなソルバーで最適化ができる。っていうので、非常に昔からあって非常に便利。で、まあ、このヒョウ柄の本。今ではこれ無料で使えて、翻訳も私がちょっと監修したやつで、オクトーバースカイさんかな？に、登録すると、無料で翻訳を見ることができます。で、作ったのは、まあ、非常に有名な、研究者たちで、ロバート・フォーラーとか、ブライアン・カーニハンとか、ベル研の人たちなので、C 言語に似た構造を持っていて、非常によくできています。で、数理最適化のソルバーと合わせて買うと、多分、600万ぐらいになっちゃうんで、まあ、両方ね、会社の人たちは買って使うっていうのをどうしても躊躇しちゃうってだと思うんですけど、よくできているので、まあ、今後は無料なので、使うようにしたらいいかと思います。とは言っても、まだまだ、公開してすぐなので、ちょっとまだインストールがめんどくさかったりします。で、ダウンロードして、普通に、ライセンスファイルをダウンロードして、UUID っていうのを、まあ、取っておく。Mac の場合は、セキュリティが、きついんで、毎回毎回、すべてのそのコマンドラインでやるんですけど、コマンドラインのやつをファインダーで開いて、開いてもいいですかって言われると、はいっていうのを押さないと、全部の、実行ファイル、ソルバーもたくさん、一緒に提供されていて、アンプルそのものもそうだし、登録するための、アンプルキーっていうコマンドもちゃんと一回開かなくちゃいけない。その後で、アクティベートして、さっきの UUID っていうのを入れると、まあ、動くと。で、まあ、全部コマンドでやるようなものなので、まあ、初心者には難しいんですけど、中身は非常によくできていて、高速で、いろんなソルバーと、くっつけることができます。で、軽くコマンド、全部コマンドで打つんですけど、モデルってやるとモデルファイルを読んで、データっていうとデータファイル、ソルブで解くと。ソルバーいろんなの使えるんで、オプションソルバーで指定します。で、まあ、シープレックスってあるんですけど、デフォルトはマイナスで、まあ、グロビって書けばグロビが動く。CBC って書けば、コインブランチ&カットが動く。で、まあ、線形のものも、解けます。あ、これ間違えてるな。まあ、いろんなものが、このソルバーオプションで指定できて、で、解いた後は、ディスプレイってやると、その変数とかが見ることができる。ショーってやると、すべてのモデルが見えると。最初はリセットをする。で、特に便利なのが、式を展開してくれます。エクスパンドってやると、その式1本だけ、名前付けた式を展開してくれて、だからデバッグが非常にしやすいですね。で、最近だと、Python からも呼べるようになってたりして、で、Google コラボからも動きます。まあ、その代わり、こんなおまじないを打つ必要があって、AmplePy っていう、パッケージをインストールして、まあ、この辺おまじない。そうすると、さっきの UUID っていうのを入れてねっていうので、まあ、入れてあげると動くようになって、マジックコマンドで、ファイルを書き出します。で、ダイエットモデルっていうのが、今日は書式についてはお話しないんですけど、昔撮ったビデオが YouTube に転がってるんで、9年ぐらい前かな、にちょっと頼まれて撮ったのが置いてあるので、まあ、そのリンクも置いておきますんで、まあ、モデルファイルっていうね、アンプルの言語仕様に従って、非常にその最適化の定式化と非常に似てるようなものっていうのをきれいに書けて、で、それをここに書きます。で、ライトファイルってやると、このファイルが書き出される。同様にデータファイルを書くと。その後で、アンプルエバリエーションっていう、マジックコマンドを打って、これがいわゆる実行するときに打つコマンドです。コマンドをリセットってやると初期化されて、モデルファイルを読んで、あ、これ0とかかな。0がいいね。データファイルを読んで、オプションソルバーで、コインブランチャーとかと、無料のやつ。Google コラボには、グロビとか入ってないんで、CBC にして、ソルブで、ディスプレイバイってやると、この、
ダイエットに入っているどの商品をどんだけ買うのっていう変数倍っていうのが見える。で、最適解が分かるという仕組みです。で、当然ソルバーを買う必要があるんですね。で、モデリング言語としてはアンプルの、この CE っていうのを使えるんで、まあそこは今タダになった。で、ソルバーは商用だったりすると、IBM が買ってったシーブレックス、これは今動くのかな、アイログ CP っていうのは製薬プログラムで、グロビア当然で、エクスプレス、まあ、この辺まだがよく知られてるやつだけど、最近は中国製の、キャリナルオプトかな、C オプトっていうのも結構早いと。で、非線形でも、ソルバーが開発されていて、まあ、この辺マイナーなんですけど、バロンっていうのは一つの非線形の、帯域的な最適解を出してくれる。で、普通の非線形ソルバーっていうのは、いわゆるそのローカルオプト、普通の非線形最適化っていうのは帯域的でないんですね。普通の非線形最適化をしてくれるコンオプトとか、ナイトロとか、っていうのも、使えます。この辺は商用ですね。だから、確か30日間のライセンスがくっついてきます。これ、ダウンロードすると。30日間はトライアルで使える。その後は買ってねって仕組みです。多分そこで、バックマージンとかをもらうんで、無料にしたのかなっていう気もしています。オープンソースのも使えます。で、普通にパルプトガから呼ぶ CBC、コインプランチャントカットの他に、インストールが結構面倒で、ジュリアからしか呼べないなと思ってたハイジスなんていうのが、ちゃんとアンプルから呼べます。で、マイナーな IP オプトなんていうのもちゃんと動く。これ結構インストールだけで面倒くさいんだけど、ちゃんとそのまま入っている。他にもいっぱいあって、制約プログラミング用のやつ、JCOP とか、G コード、ちょっとマイナーなんだけど、別途ダウンロードして実行ファイルを置くだけで、ソルバーが、動きます。他にもたくさんたくさんあるので、詳細は、本家のページに行って見てください。はい、では。